はい、おはんでございます。今日も、ウルティマ5、クエストオブ、ウォリアーズ・オブ・ディスティニーの23回目ですね。さて、今日もまあ、レベリングなので、ちゃちゃっと行きましょうか。リセットして、毒ってますね。68。確かこれ、なんとかの空気に包まれている。臆病ですね。なので、時間を進めて、あとはまあ、スクリーンショットを撮り始めれば OK。新月だなぁ。マンドレイク取りに行きたい。で、今何時？ 11 時。H、9時間。Y、はい。よし。で、早々に回復しないと死にますよと。Y、A、Y、B。雪が降らないぞ、どうしてだ。よーし。こちらは、雪降って積もりましたね。まあ、大した量じゃないけど、結構、そこそこ、ある程度、積もりましたね。まあ、大半溶けちゃいましたけど、まだ、残ってるところは残っていて、ねえ、溶けたおかげで、アイス板的なものになってるところが多くて危ないですね。ほんと困りますね。まあ、私的には、雪は降らないに越したことがないので、ねえ。今年一番の寒波とか言われてますけど、まあ、これぐらいで済んでんのは、まだいいって感じですか。ここだね。セーブして。でもやっぱ寒いのは嫌ですね。部屋の室温、おかしいね。室温が10度しかないという。お、こんだけ来るか。よーし。これは、やめた方がいいな。今室温は24度あるぞ。マジか。5度ぐらい欲しいですね。ストーブ焚いてるんですけど、あまり、温度が上がらない感じですね。移動するか。24度か。久しく体験してない温度ですね。まあ、自分の部屋でっていう条件付きで。よし。ああ、宝箱うまい。よし。どこらずに済んだ。宝珠、やった。OK。さあ、どんどん来てください。N。今年からサーキュレーター導入したけど全然違いますね。足が温かい。ああ、そうか。空気回して上の、部屋の上の方に溜まってる暖かい空気を下の方に回して、部屋の
部屋の温度を均一にできるってことか。なるほど。そうか、そういう方法があるのか。手っ取り早くやるならば扇風機とかでしょうかね。でも風量でかすぎるな。小型の専用のだとやっぱり扱いやすいでしょうからね。あ、間違った。何かいい方法はないかな。やるとすれば、さすがにダイソーで買った夏場に使っていたあの USB 扇風機とかね、300円のやつあれじゃあしょうがないだろうしな。2,000〜3,000円くらいで買えるから十分ですね。コスパそんなもんなんだ。そうか、首振りとかああいった余計なものを含めればあれだけど、本当にシンプルなやつならばそんなもんなんだ。多分それ私がイメージしてるので合ってるかなああいいですね。あのファンヒーターとかじゃなくて普通の石油ストーブなんで、温度がまさにあったかい空気が真上に行っちゃうんで、そういうのを循環させるっていう点でいいですね。正月のセールとかで初売りとかで安くなんないかなさらに安くなんないかな。ちょっとその辺見てみましょうかね。なんだったらまあアマゾンとかでもいいし。いや、ありがとうございます。あ、別に私、新品じゃなくてもいいし、中古屋行ってなんかないかな。夏場使っていたやつ、ね、売っちゃったとかで、なんかいいのないかな。まずはそっち系行ってみて、その後新品か。いや、ありがとうございます。ね、この寒さをどうにかできるならば、やってみる価値ありですね。もう寒くて、上着を着た上に、ね、体に毛布を巻きつけて防寒してますね。もうその代わり動くのが動きづらくて、あー危ねえ、あーどくちゃったー。お、宝珠、よし、セーブして、一応時間確認して、まだ大丈夫だ。YAYBOK。 今日の月は何だろう。まあ新月の可能性を期待して、いや、あ、新月だ。あのマンドレイク取りに行きましょうか。マンドレイクはこの辺だ。ああ、もう暗くて無理だ。愛で開けて。この山脈の、いや、これ、違うな。あったあった、これだ。リンク。これ使ってますね。ほうほうほう。あ、ありがとうございます。この配信しょっちゅうミュートになるねわら。あ、すいません。あの、咳をするときにマイクミュートしてるんですけど。音が消えたなわら。あの、ミュートを解除してるつもりがされていないってやつですね。
ミュートをあのゲームパッドのゲームパッドにジョイトゥーキーでショートカット設定してるんですけど、うまくできてないですね。すいません。いやー、すいません。ありがとうございます。うん。ああ、結構便利そうだなってことを言ってました。改めて言いなすのはめんどくさい。うん。いや、ありがとうございます。これ一応 Amazon の出品なんですね。そういう点で安心ですね。ありがとうございます。すいませんでした。普通にミュートしてました。アイリスオーヤマとかよくわからないメーカー。まあ実質 OEM なんでしょうけどね。まあその辺は、あれってことで。アイリスオーヤマ、うちの電子レンジ、アイリスオーヤマじゃなかったかな。ちょっと出力高めで、早く温まっていいですね。そういうぐらいですか。いや、ありがとうございます。ああ、そうそう、夏場も使えそうでいいなとか、そんなことも言ってました。さあ、行くぜ。お。全然、当たりもしない。間違った。配信のマイクのレベルメーターゲーム画面の右上に見やすいところに置いたんですけど、見なければ意味ないですからね。やっぱダメだな。あ、間違った。倒せないか。よし。宝箱開けて送ったらやだな。はい、送りました。仕方ない。キャスト AAN、 はい、在庫が限られてるんで少なめに、あ、できるだけ使いたくない魔法ですね。で、今何時？11時か。45分。1、2、3、4。55分。こんなもんか。よし、1分。よし、6本取れた。あー。1回だけか。うん。でも、6本だったらは全然ありですね。よし。ありがとう。うん。4と違って、月の、ね、加減点ですか。あれが、勝手に進まないんで。どこだっけ。なかなか採集しにくいのが、問題点ですか。あれ？ああ、そっかそっか。毒は自分で回復したんだ。ミキサーもうちょっと見やすいとこに置くか。ここでいいかな。これだと映るかな？あ、ちょこっとだけ映ってますね、下に。ここでいいや。うん。払いません。よし。いや、あっちじゃなくてこっち。いてえ、意外と射程長いぞ。
ああ、どこ狙ってる？あ、違う違う何やってるのかな。よし、これは届かないでしょう。よーし、ああ、また毒だ。毒はな、ほんと多いな。よーし、で、セーブして乗って、偽りなら大丈夫かな。Y の B、 YB、 OK。 あ、シャドウロードがいた。ゲットして、セーブして。お、結構いますね。あー、届かない。ラインオブサイトがあるのに、その車線がわからないどこが引っかかるのか、勘でしか確認できないのは不便ですね。何かボタンを押せば、あの、視界の範囲を表示する、射程を表示する、そんな機能欲しいですね。1番で、1匹か1匹なら殴り倒しちゃおう。君じゃなくてシャミノさんが、よし、セーブして、ああ、間違った。ちょ5番押すと発射するのやめて。おい、よし、おいちょっとなんか後ろの人たち、アバターになんかいい恨みでもあるんですか。なんか効率のいい稼ぎないかな。あ、逃げちゃった。
よし。おい。ヨドバシの福袋。1万円のシムフリースマホに。リンク、うん。これが入ってたっぽいですね。いいなぁ。ほぉ。転売屋さんが本気で買うだけありますね。ああ、あ、これなら欲しいわ。確かに。メモリ4ギガがいいなぁ。すごいなぁ。Android 7.11 か。私の使ってるやつ 4.1 いくらですよ。古すぎてもう対応、サポートしてる、使ってるアプリケーションが対応から外されて、アンインストールしたら二度使えないことになってますからね。困りますね。今年の5月発売か。ああ、いいな。確かにこれで1万だったらありですね。ハズレ報告も多そうわら。あの、よくわかんない1万円ぐらいのね、タブレットとかね。5000円ぐらいの謎ドロタブとか、Windows タブとかね。そんなのが入ってそう。いや、ありがとうございます。そうか。相変わらずヨドバシ、いいものを、福袋に入れてですね。まあ予約販売というか抽選販売になっちゃったからね。あの転売屋の方々はブギアですけど。サーフェス8万円にはこれだって。これも当たりだね。ほう。サーフェス8万。はあ。あー確かにこれも当たりだわ。すごいすごい。何本当に福袋なんですね。がっかり福袋系の中にたまには入っている目玉ですか。これだったらあのペイペイの2割キャッシュバックとか考えてもまだ福袋の方がいいですね。へー、買えた方、羨ましいですね。まあ、さすがに8万の福袋なんて買う気になりませんけど。羨ましい。ありがとうございます。いいなぁ、サーフェイス。高いガチャですね。W ウィアガチャ勢ならむしろまだ安い方。ノートパソコン欲しいですね。タブレットだとタブレットだとね、Android ですからね、使いづらくて。ATOC がしょぼすぎて、ストレスしかたまらないんで、Windows のがいいですね。サーフェスの倍率高かったよ。はぁ、そんなお金も自然多いんだ。すごいな。高いガチャね。8万で、中身いいの入ってると分かっていても、ガチャで8万はな。いや、ガチャ勢ならむしろまだ安いよ。給料全部とか、ボーナス全部突っ込む税に比べれば、考えれば全然安いもんですか。少なくともあっちだと、ね、電子の海の中に消えていきますけど、最終的には。ね、パソコンだったら残りますからね。そういう点でも、ちゃんと価値はある。すごいなぁ。毎年毎年、本当狙ってる方は本気でやってるんでしょうね。それゆえに購買ですか。いや、ありがとうございます。私は、まあ、今は抽選だから関係ないけど、もう、実質無理とかそういったものには、なかなかね、懐から全く出さずに何かもらえるっていう、ああいうプレゼント系だったらば、まあ、やる気になりますけど。あ、そうそう、ギガ人でまた、プレゼント企画やってますよね。あれ、アンケート答え終わって一番最後、サブミットしようとしたら、何だったかな。ゲーミングノート8万円。アドブロック、ゴミ。アドブロックかなんかのおかげで、データ送れずに、
サブミットボタンを押せずにリロードしたら一からやり直しになったんで、今回応募するのやめました。まあまあまたやるかもしれないけど、ほんとがっかりしましたね。ゲーミングノート8万。ほう。はい、アサスの。ほう。アイゴでゲーミングか。GTX1050。うん、ミドルクラスな感じかな。メモリ8ギガ少なくないですか？ゲーミングでメモリ 8ギガ少なくないですかね。SSD1 ギガはいいけど。ゴミ、ゴミか。まあ値段考えるとちょっと高いかなと思いますけど。GPU が個別に載ってるんで、そんな悪くないですけど、英語ばっかりだな。処理速度。スペックだけ見ればサーフェスより高いけど、うんって感じ。重いし。2点いくらはさすがにね。YouTuber が開封配信して元を取る感じでしょうかわら。サーフェイスとどっちを買うかって言われたらサーフェイスですね。ノートでゲームやろうって気はしないし。ねえ。YouTuber が開封配信して元を取る。ああ。収益化できる YouTuber だったらば、ね、寄付がボロボロ集まって元は取れるできないやつですか。なんだったらば、このアサスとね、スポンサーと契約して、紹介するから、本体汚せ的なね。でも、ああいうのって結構嫌われるみたいですからね。オフィスもついてるんじゃないか。あ、さっきのオフィス2016だったかな？これついてますね。オフィス、ホーム&ビジネスの2016。これついてますね。私持ってんの、ホーム&ビジネスの2013なんですよね。ちょうど個別インストールできないバージョンなんで不便ですね。アウトルックとか、いらないんですけど。全部インストールしないといけないから、使いづらいですね。それゆえに、リブレオフィス、使ってます。確かに、MS オフィスの方が軽くていいんですけど。うん。あ、全然関係ない話ですね。すいませんね。そうか、オフィスのことを考えても、まあ SSD が4分の1だけど、軽いしこっちの方がいいな。重さは？重さは700。あ、3分の1だ。だったらこれこっち選びますね。間違いなくこっち。ノートでゲームか。いや、ありがとうございます。サーフェイスの方がいいかな。福袋的な選択肢的にも。ね、20万ぐらいするゲーミングノート、何でしたっけ？レーザーの、レーザーブレードとかね。ああいったのが8万とかだったらば、ね、喜ぶでしょうけど。今のやつだったらば、ちょっとなーと思っちゃいますね。いやー、ドクター。じゃあ、また回復しに行こっか。偽りなら OK。邪魔。いや、どうでもいいです。嫌です。Y, A, Y, B。ん？あ、いいのか。
どうもと。去年のサーフェイスと比べると OS がプロからホームになってるのか。ほうほうほう。あれ、今のってホームでしたっけ？サーフェイス。あ、ほんとだ、ホームになってる。Windows 10でホームを使うとなると、あ、なんでしたっけ？ディレクトリーサービスとか、ああいったのにつなげられないとか、あと、Windows 標準の、VNC、なんてんだ？ダッカーが使えない。デスクトップを、の画面を、はい、飛ばすやつ。あれが使えないとか。どっかが使えない。なるほど。なるほど。ちょっと、ホーム、不便っちゃ不便だけど、まあ割り切リモートデスクトップ。あ、そうそう、リモートデスクトップ。そうそうそう。パッと出てこなかった。私、不便、VNC なんで。ねえ。ああいったのなんて言うんだかなって思っちゃった。すいません、ありがとうございます。うん。VNC なんでっていうより、VNC で通じてるんで。ねえ、リモートデスクトップっていうのは出てこなかった。うん、まあ、割り切って使う分には、ホームでも全然構わないと思いますけどね。MS さん、Windows 10の値段。あ、すいません。画面映してなかったや。あと重さ、770g とあるけど、キーボードつけると大体1キロちょっとになるよ。あ、あれって本体のみの重さなんだ。あ、なんだ。あ、でも1キロだったらさっきのゲーミングノートに対しても半分だし。全然ですね。はあ、そっか。別なんだ。いいねえ、サーフェイス。サーフェイスというかノート PC がいいな。タブレットがあれば、ね、用を足せると思っていた時期が、私にもありました。まあ確かに用は足せますけどね。寝ながら動画見るとか、ちょっとだけ調べ物するとかね。ああいったのはいいんですけど、テキスト打ちしようとすると途端に、ねえ、入り穴が開きそうになりますからね。それで使うなら買い切り版の。サーフェイスか MacBook、無印がいいな、うん。ほう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 。やっぱそのあたりですか。さすがにメインって気にはなりませんけど、ねえ、サブにはいいですよね。そのあたり。はぁ、あ。ああ、うん。アンドロイド最大の不満が、買い切り版の ATOC が、G Suite じゃなくてなんだっけ、Google IME より性能低いこと。キーファインドのカスタマイズできないのは致命的にも不便で。ね、変換もしょっぱいし、なんか辞書もしょっぱいし。ああ、これ Windows 95の頃の、なんか、ATOCと変わんないよなぁとか思いながら。ねえ、イライラしながら使ってますね。あ、まあ、どうでもいいですか。すいませんね。あ、今日も新月さん。ああ。今から行って、回収できるかな。今何時？ 10 時か。もうちょい。こんなもんかな。やべ、結構過ぎちゃった。あれ？あ、これ時間過ぎても大丈夫なんだ。今何時？ぴったりじゃなくても、大体で取れるんだ。よし、ラッキー。
あー、なんか強いのいるな。戦いたくないな。クモとエティンだと、毒攻撃が嫌だな。まあ、翌日、回復すればいいか。いや、待てよ。遠距離勢でやってもらおう。これ届かないでしょ。いったわ。よーし。強い。弓とかクロスボウ強っ。1。エティンは突っ込まないとダメ。これで届くか。よし。これ、あ、倒さないと軽減してもらえないんで。ねえ、そこをアシストで経験値もらえるようにしてほしいな。10分の1とかでいいんで。んー、あ、間違った。そっちに当たるのかい。よし。無印 MacBook だと重さ 1kg 切ってるんだよね。 512GB ストレージにして、ブートキャンプで Windows も突っ込めば素晴らしいマシンになる。残念なのが USB が Type-C の一つだけってところ。給電もそこから、うん、1個しかないってすごい仕様ですね。となると給電しながらUSB 機器を使える、なんかの規格の、ハブありますよね。あれを使えってことか。複数使いたい場合には。そうか、そうか。Mac っていう筐体だけ使って、中身 Windows にしちゃえば、いいわけだ。確かにそれも全然ありですね。Mac、中身 BSD でしたっけ？まあ、あれは、それはそれでいいんですけど、Mac という、ちょっとね、宗教的な OS は使いづらいので、Windows が使えるのは大きいですね。なるほどね、そうか。本体だけ使うという、あ、やべ。スキップしちゃった。サーフェスプロも USB1 個しかないので購入するときは注意してくださいね。あ、私は Bluetooth でマウス、電子ペーパーをつなげています。安くなりませんかね。へぇ。文字入力にはやはり Win で長年コトコト煮込んだ自前環境が一番ですが、電子ペーパーなら目にも楽だし、反応早いやつなら変換もまあいける。そして何より他のことできないから文書入力に集中できる、最強な気がするんですが。気がする。そこポイントですね。ブートキャンプはマルチブートだから簡単に切り替えれるよ。あ、ってことは必要に応じて MacOS、KNSN、Windows 切り替えられるんだ。この中、今シーズンで閉鎖される棒を炊き上げ会場に来ております。凍えながら熱燗飲んで、監視業務にうつつを抜かしてマッチポンプをする所業。週末のだけあって他にも数組いますが、うん、雪下ってるだけによく訓練された精鋭のみって感じで安心わら。この寒波が来てる中、ねえ、わざわざお焚き上げ会場に行く方々はやはり、ね、根性、気合と根性がある、ね、趣味の方々ってことだから、それゆえに安心感ですね。なるほどね。ああ、いいなぁ。ってことは今、無線とかで、あれか。無線というか、なんてんだあれ、高速データ通信的なやつで配信眺めてるんでしょうかね。わざわざ外でうちの配信を見るというなかなかにね。いや、本当ありがとうございます。監視業務お疲れ様です。なるほどね。あ、
この前言っていたあのあれか、閉鎖されちゃうとこか。本当に満喫するってやつですね。サーフェイスプロは給電話専用のポートがあるからまだマシだね。でも Bluetooth が基本になってきたから USB ポート使わないな。ほっほっほ。インディー柄でまた無料です。日本語あり。給電用の専用ポートがある。ああ、確かに Bluetooth そっちの方が便利ですからね。私も Bluetooth のマウス持ってますけど、有線めんどくさいですからね。つな簡単に接続できる、どこでも使えるのはすごく便利。サーフェイスプロも USB 1個しかないので購入するときは注意。私は Bluetooth でマウス&キーボードつなげてる。私のあの Kindle Fire は Bluetooth マウス&キーボードですね。有線で、あ、違う違う、 USB ポートを、まあドロタブだから当然ですけど1個しかないんで、そこにはあの電源ぶっ刺してるんでね、使いようがなく仕方なしに揃えましたね。あ、でもありがとうございます。サーフェイス、まあ給電できてもやっぱ1個しかないのは不便ですね。まあそういういくつも繋いで使う、有線で接続して使うっていうのを考えてないのか。 ありがとうございます。電子ペーパーディスプレイ安くなりませんかね。なんか電子ペーパー使われてるデバイスってほんと少ないですからね。 Kindle か一部の Android タブレットか、もしくはあのスマートウォッチですか。 あれぐらいでしょうかね。文字入力にはやはりウィンで長年ことこと煮込んだ自前環境が一番ねえ。電子ペーパーなら目にも楽だし、反応早いですら変換もまあいける。ああ、なんだっけ。キングジムのポメラでしたっけ。あれそこそこ早かったですね。まあ、高速入力するとなんか追いつかなくてね、ねちょっと気持ち悪い動きしますけど。そして何より解かなことができないから文章入力に集中できて最強な気がする。確かに確かにあれがあると、あの横にスマホを置いて あの動画流していたりとかそういうことしちゃうからね。一台だけの環境でやるとなると本当に集中できますね。確かにスマホがあるといいね、そこでなんかやっちゃうけど。確かに電子ペーパーディスプレイね、テキスト入力用の専用のでっかいディスプレイとかないんでしょうかね。ゲームとかそういった目的じゃなくてテキスト編集用のねディスプレイ、そういうのだったら欲しいですね。結構いいお値段になりそうだけどね。うん、うん。あ、読んだ。いや、ありがとうございます。ガーラでまた無料。ほうほうほう。リンク。サーフェイスはこれ使ってる。今は値段上がったけど前は2700円くらいだったな。ほう。サーフェイス。あ、マウス。私使ってんのは、バッファローの1500円くらいのやつ。まあ電池、乾電池1本で動くんで、まあ軽い方かなっていう。へえ。なんか薄っぺらいと持ちにくい気がするけど、マイクロソフトが出す以上ちゃんと考えられてんでしょうね。あとこれ左右対称デザイン、これポイントですね。左手でも操作できるってのはこれでかい。ゲーミングマウスとか。持ち運びが楽。あ、なるほど。そういう利点か。あとこれ、左右対称デザインですね。私はそこを注目したい。あの、ゲーミングマウスだと、左手で持てないじゃないですか。あの、右手でペン持って、左手でマウスで操作するってこともできないし、不便なんですよね。
ほー、なるほどなるほど。そうか、確かに私使ってるやつって普通のマウスの形だからでっかいんですよね。こういうのか。ありがとうございます。ああ、あとちょっと使ってないと節電モードになって動かし始めが一瞬止まってる。動き始めてから実際にポインターが動くまで時間がある。あれがちょっとイラつきますね、安いマウスは。いや、ありがとうございます。なるほどね、こういう方法か。こういう選択肢ですね。なんかこれのこんな形のレーザーマウス持ってますね。USB 接続なんで Android には使えませんけど。そのマウス節電ないから電源切り忘れたらずっとついてる。あ、でもつまりはあれか、ね、反応が悪くなるっていう、そういうはないわけだし、悪くはないですね。私的には全然ありですね。なるほど。ちょっと人によっては不便かもしれないけど。あ、これ、単4電子か。これも気になったんだけど、こうすぎた。いや、単3か。単4、2本か。いや、ありがとうございます。高すぎた。このデザイン中心な感じな。サーフェイスアークマウス高っ。1万か。ゲーミングマウス買える値段ですね。あ、これ。なるほど。使うとき曲げて、手の形状に、使いやすい形状にできて、使わないとき伸ばしていけるんだ。あ、これ確かに便利だ。ほー。ああ、もうさ、いかにもサーフェイス用って感じか。モバイルマウスに7、8千は出せないな。いや、ありがとうございます。ちょっとお高すぎますね。そのうち、投げ売りとかしないのかな。そういうのだったら考えますけどね。いや、ありがとうございます。なるほど、なるほど。ちなみにこれ無料配布。これは、ガーラか。なんかデザイン的には1っぽいサイトですね。2D、2Dark。ほう。これをパクった安いマウスも結構出てきてるから笑える。あのデザイン、独特だから。興味を持って見ても値段高いって人が、ね、安いやつを求めてるっていう、そういう市場を狙ってるやつですか。ってことは、うまいこと言いの見つければ、お安くいけそうですね。これって、マイアミ系なのかな？ちょっと YouTube の動画見てみようか。わお、18金ですか。まあおそらく5話系でかな。ステルス&なんだって。ワンダーザダークネス。 Twitch の配信を画質自動で見てたら案外 LTE 回線でこと足りますね、うん、ついでに月末なんで帯域いっぱいまで使ってもすぐリセットされるという利点。なぜか生えた iPad のテストにもなるんで。なるほど。意外といい状態です。ああ、そうか。この前、いきなりぼっこり生えてきたっていうあれですか。いいですね。
ちょうどいいテスト状態か。スイッチ、画質自動、ああ、細かいやつ設定できないのかな？いや、ありがとうございます。そういうことだったんですね。なんかこれ作るゲーかと思ったら、ちゃんと作られてますね。Twitch といえば、RTA イベントやってるんだね。いや、ありがとうございます。じゃあ後でいただいておきます。フルゲームフォーフリー。Twitch といえば、RTA イベント、お、何の RTA でしょうね。ツイッチ。RTA ジャパン。あ、これか。何のやつだ、これ。頑張れ、声も。なるほどね。なるほどね。宇宙海賊、アコキング。すごいな。5000人とか見てる。へぇー。ああ、いいな。私、配信終わったら。次々とやってる。ほう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 。ああ、じゃあこれ配信終わったら、配信ログ見よっかな。ああ、ありがとうございます。あれ？これ私フォローしてないな。フォローしとこう。ありがとうございます。なんか前フォローした記憶があるんだけど。まあ、まあいいでしょう。ありがとうございます。人のチャンネル流しっぱにすると怒られますからね。自分のチャンネルにしてと。プーさんの野球やってたよ、昼に。なんでこれ自分のチャンネルで広告が表示されるんだ。私プライム会員だけど。ゼンハイザー。残念。私は、プラントロニクスですね。使ってるの。プーさんの野球やってた。あの、気が触れる野球ゲームですね。正気じゃない、まともじゃない。あの、野球ゲーム。あれ難しすぎて、まともにできる気がしなかった。そもそも最初当てるのすら難しいですからね。いいな。年末で、ああいうイベントやってるんだ。なんでしょうね。何の RTA だったら面白いかな。誰もやらなさそうな。一瞬頭にフォートゾンビーとはよぎったけど、クラッシュ地獄でまともに遊べない可能性もあるし、さすがにダメか。お、アクセサリーが来てる。プニキやってたのか。またログで見ようわら。プニキ。プーさんの、あの、ホームラン王なんちゃらかんたらでしたっけ。あー、ピット。でも、RTA と言っても、時間短縮機、のモードだとしても、やっぱ10時間以上かかりますからね。うまいこと進んだとしても。ピットオブドゥームの、あの、99回までやるとか、今のところ最終回想、出来上がってないみたいだし、そっちだったらばいけそうな気がするな。年末 FZ 待ってます。やりたいけど、年末は、どうでしょうかね。ウルティマは RTA にすればいい。まあ、とりあえず、まあ、年末は、できる限りウルティマは進めたいなぁと思ってますけど、どうでしょうかね。もしくは、いい加減、ダークソウルやるとか。個人的には、ドームの RTA とか見応えあって良いかと思います。ああ、いいですね。ドームとか、クエイクとか。ね、その辺とか。ザ・ピット。ピットで RTA。死にますね。私、クリアできずに一週間とか普通にやってそうな気がする。ねえ。ウルティマ RTA っていうことならば、ウルティマ1と2。あれ、
今配信ログに残ってるやつって、リンク。Linux これもらった。スピードラン的なプレイしていて、プレイをしてクリアしたやつなんで、あれもまあ、RTA って言えるかな。言えないか。何せ一回頑張ってクリアしたのを、BGM があるという理由で、やり直しましたからね。あ、ありがとうございます。ガーラ。価値格だと思ったボス戦でまさかのうっかりしが。あ、まず1個目はこれ先ほど紹介されたやつですね。ありがとうございます。2つ目は。ウルティマシリーズ初見 RTA なら現在進行形でやってますね。これは知らないですね。ありがとうございます。じゃあこちらも合わせていただいておきます。これはどんなゲームだ？ん？エッチなゲームはいけないと思います。マージャンソリティアって書いてありますね。あ、そういうゲームか。あ、やばいですね。動画みんなやめときましょう。ありがとうございます。ウルテマシリーズ初見 RTA なら現在進行でやってます。確かに。確かに。一作目からずっと頑張ってやってますからね。攻略は見ていないけど、リスナーさんのね、アドバイスによって進められている。ね、マージャンソリティアって、上海ですよね。まあ、もしくは、マージャンって言われた場合には、海外だとなぜか、上海ですね。本来の、マージャン、日本で言うマージャンとは違うという、謎な、あれですね。上海は上海でなんかルールがなんかゲームごとに違っていて、ねちょっと困りますよね。降りて、Y、あ、Y じゃないや。QY。最近やりたいのは何だろう。魔女と 100K やりたいかな。あれって、クリアタイムってどれぐらいなんだろう。あ、あれだ。すいません。取り込み間違ってた。魔女と 100K、英語のタイトルって何だろう。あ、まずい。これ、シャーゼスト、あ、大丈夫か。魔女と、百鬼兵。これの英語のタイトルは、英語で。英語で。The Witch and Hundred Night か。ああ、40時間とかか。なるほど。手軽に手を出していい態度じゃないな。すいませんでした。ちなみにさっきの上海は若干エッチですが、ズーが出してるシリーズなので R18 ではないと思います。あ、ってことは、ちょっとエッチぐらいなんだ。クラシックダンジョンの方が好きです。クラダン。確かクラダン、私、PSP 版買いましたね。浮翼のなんとかってやつ。ああ、いいな。あれもやりたいですね。ちなみに、クラダンは、クラシックダンジョン。クラシックダンジョン。クラシックダンジョン。英語タイトルは？クラダンなんだ。プレイ時間的には。あ、これ違う。1はおまくになので2と戦国なら日本語で遊べます。あ、ラジャ。
1はあの PSP 版買ったんです、そちら。クラダ、ありがとうございます。あの、どこかのサイトのやつで知りました。33時間か。いや、これ違うな。クラ、これ戦国か。X112時間とか言ってますね。これ持ってないな。これか、クラダン、This is an RPG。これはクリア時間だけだと16時間で、やり込むと63時間か。結構ありますね。これやね、さっきの。お、ありがとうございます。麻雀アメリカでも禁酒法の頃にかなり流行ったらしいけど、七太鼓や緑一色もこの頃にできたらしい。うん、なぜか戦後に入れてしまって現在に続くらしいけど。なんで、そのサイト何？なんでそのよくわかんない入り方したんでしょうね。中国系の移民が流行らしたんでしょうかね。ちょっと面白いですね。あ、ありがとうございます。そんな昔に流行ったことあるんだ。さすがに今だと、麻雀遊ぶ人っていうのは、レアというか、マニアックってことになっちゃうのかな。意外と流行ってるかもしれないけど。あ、これ？あの、これは How long to、How long to the beat だったかな？ユーザーが、プレイ、自分のゲームのプレイタイムを記録していって、記録というか登録していって、あの平均時間、どれぐらいゲームのプレイ時間かかるかとか。脳筋は筋とか裏筋とか読めんのや。だって、あれって、あれってあの、一瞬で、一瞬というか、ちょっと考えればわかるから。あの、ジャン・リューボンの、あの、短い時間でも私でも読めますけどね。ダメか。あ、ちょっとインクありますね。あとなんか他に機能あった気がするけど。まあ、一応リンクありましょう。今や死亡してるエンハンスドスチームにも付属してる機能のやつ。あ、ですね。あそこの、あ、そうです、そうです。あの、エンハンスドスチームの、ゲームプレイ時間って下の方に出ましたよね。平均プレイ時間って。あれのデータ元じゃなかったかな。How long to beat ですね。howintbeat.com リンク。うん。この上のところにゲーム名入れると、平均プレイ時間とか出てきますよと。で、さらにクリックすると、あの、さらに詳細情報が見られると。あれ待って、ドゥームってスイッチで出てんの？はー。なるほど。うん。まあ、かなり便利です。ねえ、人の情報を見られるのいいですよね。あの、スチームとかだと、レビューの記事を見て、それで、レビューを書いてる人のプレイ時間を見て、ああ、こんなもんなんだっていう判断しますけど、それ以外の、レビューを書かない人たちも含めた、スイッチでも動くのに、平均データ、わかりますからね。スイッチすらに、スイッチすらに負けている、この FX じゃん。ブルドーザーじゃんは、弱いですからね。麻雀、あ、本当に、まさに、上海ですね。脱衣もとい、着せ替え麻雀ソリティア。あ、本当だ、ズーだ、これ。ありがとうございます。スイッチって元はシールドタブレットやぞ。あ、そうですね。NVIDIA のシールド、あれがベースになってんでしたっけ？あの、新しい方じゃなくて古い方のやつ。なんかそんなのありましたね。そんな話が。そうか、そうか。それ早いわな。ねえ。
コイコイジャパン200円か。気楽にできる花札としてはいいかな。うん。あ、ありがとうございます。ジャスチームにも対応させや。なかなか、なかなかねえ手ですよか。あれ、OS 的な問題もあるのかな？あれ、どういう風に動いてんだろう？中身的にはなんか Android のような気がしないでもないですけど。ねえ、Linux とかだったらば、あの、Steam の Linux バージョンを動けばいいわけだから、いけそうですけどね。なんか、たまにハックしてる人がいるし、そういった方々が、ねえ、何かしてくれれば、もしかしたらいつかは、Steam、ハンドベルドSteamとしていけますかね。普通に対応してきたら笑いますけど。あと面白そうな、ああ、うん、そうか。さすがいないか。ああ、しまった。薬飲んでないから、鼻の奥が痛い。2匹か。弾薬、そろそろ補充した方がいいかな。あべ、倒しちゃった。弾薬は。ああ、まだは、まだ 50% ぐらい残ってる。うん、払いません。インサージェンシー、サンドストームやったけど、そんな綺麗じゃなかったね、グラフィック。ソースエンジンでよかったんじゃないか。ねえ、アンリアルエンジンにしたのって、何なんでしょうね。もしかしてマルチプラットフォーム展開考えていたとか、そういうやつですかね。スイッチとか、ねえ、Xbox One とか PS4 でも出すとか、インディーゲーとして出すとかね、そういうやつですか。でもカスタムマップが遊べない。Xbox 以外は全部 Linux ベースっぽいですよね。例外も Win ベースだし、うん、独自 OS なんてハードウェア開発が困難になって、できたらできたでソフトウェア開発が苦労する。誰もええしない。そうか、今はそういうものか。確かにね。でもあの意外とあのコンソールのゲームって一つのキーに複数のキーを割り当ててるっていう、ああいったのでなんとか遊びますからね。頑張ればいけるんじゃないかな。ダメかな。あ、でも一番の問題点は、あのカスタムマップが遊べないっていう利点、問題だと思うんで、まあ、メーカー次第だと思うけど、公式マップのみで永遠とインサージェンシーは苦行じゃないかな。あとカスタムサーバーに接続できなかったりしたら、もうどうしようもないですね。結構難しいか、インサージェンシーをコンソールは。インサージェンシースマホ移植とか。インサージェンシーモバイルとか。いいですね。ちょっと面白いですね。でもね、電車の中とか公共の場で遊んでいて、スマホからいきなりアッラアクバルとか叫び出したらやばい人扱いでされませんかね。アッラアクバルとかーンってね。意外に危険がつきまとうゲームかもしれませんね。
サンドストームは VOT が頭いいらしいですね。へぇ。インサージェンシーでも結構意外と、ねえ、人の裏を書いていくような裏取りしてきたりとかしてましたけど、もっと頭良くなってんでしょうかね。そうなると、高難易度になると、まともに人間が戦えないようなものになるでしょうかね。ちょっと面白いですね。へぇ、いつか自分が遊ぶときに体験したいですね。そうか。今のゲームコンソール、Linux ベースだとすると、本当にやろうと思えば、本当に Steam 対応ってのが、現実としてあり得るのか。まあ、さすがに自社の、ね、食いぶち削ってまで Steam 対応させるってことはないでしょうけど。わしゃ突っ込みたいんだ、わしゃ突っ込みたいんだ。ちょっと面白そうですね。ちょっと辛いインサージェンシー。そうそう。延々とプチ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 目の周りにやってくる敵を倒すんじゃなくて、自ら突っ込んで敵を投げ倒したいですね。まあ当然、建物に入った瞬間撃ち殺されるんですけど。ねえ。ぬるいインサージェンシーはたまにやるのはいいけど、すぐに飽きますからね。辛くて辛くて仕方がなくて全然進めないのを頑張って進んでいくのが面白いゲームだと思うんで。ねえ。新しいインサージェンシーはそのあたりもちゃんとあんのかな。よし。セーブして。三日月か。払いません。最近トント FPS やってないですね。昨日ダウンロードしたハーフライフのモッドとか、ああいった類がやりたくなりますね。あとあれか、パラロイヤ2とか。倒していっか。よし。あー、届かない。おい。レトロのリジやろ。今度新作出るし。日本語化できるの最近知った。メトロリダックス。ああ、そういえばメトロ、私人のプレイは見たことあるけど、生茶さんのプレイ見たことあるけど、自分でやったことないですね。小説版は読んだことあるんですけどね。メトロ、あ、私持ってないや。メトロ2033オリジナルだけですね。これこれ。今セールでおいくら？あと日本語化前できなかったけどできるようになったんだ。あれ？メトロ。あ、500円とかだ。何こんな安いんだ。私のマシンで動くのか。安っ。2本セットで743円だって。あ、742円か。何この値段。あ、まあ、最低条件は、クリアしてるか。あ、最低条件、GTX480。あ、これならいけそうですね。あ、まあ確かにこれオリジナル結構昔のゲームですからね。当然か。あ、ありがとうございます。
ラストライトは？ラストライトは、ああ、ちょっとスペック上がってるけど、全然いけるな。ああ、メトロいいですね。特にラストライトどういうストーリーになってるのか気になる。あと調節版の続きは出ないんでしょうかね。これ？メトロリダックスジャパニーズモード、ありがとうございます。へぇー。4ヶ月前。あ、今年開発されたんだ。あ、日本語化も、不安気のみだ。これもしかして、この方、ラストライトとか、ないか。甘いか。ありがとうございます。ああ、いいなぁ。メトロいいですね。あの、ね、握って発電する、あの、ライトとかね。ああいう細かいガジェットは非常によくできてるゲームですからね。メトロ、ラストライト、ラストライトリダックス、日本語か。ルレジというのがラストライトでは、ほう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 。これで両方日本語化で遊べてありがてえ。あれ、ここにあった。いや、リポリジー8つあるな。LL、LL リダックス。あれ、私なんか見逃した？これで両方に動かして遊べる。ねえ。あれ？ディレクトリー2つあるから。あ、ほんとだ。すいません。完全に見逃してました。ほんとだ。2033と、あの、LL、ラストライト。なんだ、下に書いといてくださいよ。気づかないって。あ、なんだ、これだけでいけるんだ。あ、ありがたい、ありがたい。あ、じゃあ、今年はあの、なんかセールあんまり買う気がなかったですけど、メトロリダックスのパック買いましょうか。あ、ありがとうございます。こういうのならば全然ありですね。すいません、ありがとうございます。ああ、そうなると一作目は小説のことを思い出しながら、日本語化の方法が確立されているならいつでも遊べるな、わら、これで安心して詰めるわら、うん、そうそうそう、悪い癖が発動しちゃいますね。ファイル2つ上書きするだけだし、日本語が時代楽だしね。えアップデートの対応も期待ができそうな気がするし、安心できますね。メトロラストライトどうなってんだろう。あー、ほんと小説版メトロ2033の続編翻訳されないかな。一作目面白かったのに。よし、ちょっと新作はメトロエキソドスだから、タイトルがいいよね、うん、なんか身近に感じるよね。エクソダス、確かに。はぁ、あ、なんかため息が出ますけどね。あの、どっかの悪の二人組が、師匠と弟子の方が作ったコンピューター的な、それが敵ですが、ラスボスはコンピューターですか。あとエクソダスって言うと、オーバーバーキングゲイナーだけど、それはちょっと方向性が違うか。ちょっと休もう、9時間。見張りは置いて、はい。
レベルアップしないかな。ロードブリティッシュさん、お願いします。ダメか。セーブして。お。頭がない人が来てる。メトロを映画化とかしないんでしょうかね。よし。いや、宝珠が意外と手に入る。セーブして、道具じゃないや。セーブして。わお。頭ないやつは多分、遠距離攻撃はしてこないはず。多分。映画化とかいう話になったら、先にネットフリックスがドラマ化しちゃいそう。ありえる。ありえる。だったらもう有名系なゲームねえ、どんどん映画化しちゃえばいいのに。なんでしょうね、ハーフライフとかね。なんだったらアンリアルとか、ああいったのを映画化してくれないかな。アンリアル映画化したらアバターみたいになっちゃうか。やめた方がいいか。あ、間違った。あ、まだ、間違った。アサシンクリード、うん。あれ、アサクリに映画なんてあったかな。なんかレンタルショップで、アサクリのパッケージを見たことあるような気がするけど、同じタイトルの別物かな。ね、あんだけ期待されて騒がれていたのに、なかったことにされてるっていう点でお察しですからね。まあ、ほっとけばそのうちハマプラに来るんじゃないかなと思ってますけど。途中で見るのやめたわ、アサクリ。マジか、そこまでか。となるとギャオもしくはアマプラ、その辺を期待ですね。うん、あの出来の悪いバイオハザードの方、バイオハザードの出来の悪い映画の方とか、あれぐらいですかね。ヒットマンは全部見たぞ。お、マジか。すごいな。私見たことないな。あのバーコードの再現だとか気になりますね。よし、回収できた。で、改めてもう一日休もうか。いやー、これマジ行って、あ、マジ行って、治療の人に回復してもらった方がいい。あの魔法使い嫌だな。早く倒さないと。戦車が試写会行ったのってヒットマンだっけ？あ、そうでしたっけ。何の映画かもう私覚えてないな。移動して。よし。倒せない。っていうか当たんない。ああ、マジか。トゥームレーダーファーストミッションならプライムビデオに来たぞ。ほうほうほう。トゥームレーダーファーストミッション。あ、そこは真っ先にウルティマを映画化というのが得の高い人間。だって、
ウルティマ、特に一作目とかね、やられても、あれ面白いかってなっちゃいますけどね。やるとすると、4とかですか。で、続編で5にすれば、あの前作の流れがあっていいんじゃないかな。せっかく得た得を、シャドウロードというか、シャドウロードが悪用してるよっていう話で分かりやすくていいんじゃないかな。あ、おいおい。倒せないってこ、ああ。これ、あの、天気の5を押すと発射しちゃうのはほんとやめて。指移動してる時に誤爆しちゃうんだから。ウルティマではなく、マルコビッチの穴的に、うん、リチャード、ギャリオットの穴って映画ならぜひ見たい。でも、見に行く人が、なかなか限られちゃうような。小劇場的な、あれですか。少人数しか入れない映画館とかで公開されるような、主にビデオ販売を、主の売り方として考えてる映画的なやつですかね。なんだったらば、ダンジョンズ・オブ・ドリーマーズを映画化するとかね。そういうのもどうだろうか。RPG 明瞭機の、ドキュメンタリー的な。あれ。よし。マルコビッチなんて人物が日本じゃそんなに有名じゃなくても当時は大ヒットしましたから。なるほど。ってことは中身が良くて、うまいことちゃんと話題作りができれば、ロードブリティッシュことリチャード・ギャリオット伝的なものでいけるか。伝。どれぐらいゲーム？日本で言うと高倉健みたいな人。高倉健ってあの役者の人ですよね。それでいいのかな？私、もともとのマルコビッチの穴的なものっていうか、マルコビッチの穴見たことないですからね。なんとなく知ってるぐらいですからね。すいませんね。ちょっと気になるな。あ、今でも65歳なんだ。はー。結構いい歳だなと思ってましたけど。そのぐらいなんですね。そうか。高倉健的な、なのかな。ダメだ。私、あんまり役者に注目して映画とか見てないから、パッとわかんない。すいませんね。ヘビ嫌だなぁ。セーブして。うん。2匹か。意外といける。うん。さて、セーブして。
で、はい。YB。ちょっと休んで、レベルアップするかどうか見ましょうか。ティッシュさん、たまには出てきて。待ち伏せ。あれ？自分と敵が重なってた。そういう状況もあるんだ。適当に倒していけばいいでしょう。射程武器持ってない。よし。で、今何時？6時か。2時間、見張りを置いて。ダメだ。ロードポリティッシュさん出てこないかな。あの方来ないとレベルアップしてくれないからな。じゃあよし。時間もちょうどいいので、今日はこんなとこですね。レベリングの効果は、今のところ、ない。ロードプリティッシュさんがイベ枕に立ってくれないんで、レベルが上がりませんからね。ほい。ということで、今日もこれで終了します。ああ、寒い。じゃあ、終わりましょうか。ご視聴並びに、書き込みや。お疲れ様でした。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。ご視聴並びに書き込みやアドバイスや情報ありがとうございました。また次回もお時間合いましたならば適当によろしくお願いいたします。お疲れ様でした。ま、おそらく明日間に合うのでおやすみなさい。ああ、寒い。とっとと、布団に入りましょう。では。